意外に OL 姿でアーケード街はこれまでありません。何かこの時嫌な予感がしました。気にせずアーケード商店街に突っ込みます。まずまず人は多そうですね。いきなり最初ひるみました。商店街に入るとすぐに左にある化粧品屋さんに隠れるように逃げ込みます。お客さんはこの時いなかったようですね。それにしても多種多様な化粧品が並べられています。横から店員さんがいらっしゃいませの声が。私は不意打ちを食らった格好ですが、暴露で切り返します。すぐ男ってわかりました？ああ、ちょっとガタイがしっかりする。もろバレでしたね。私はその時欲しかったものを店員さんに告げました。目の下にクマやちょっとしたたるみができるんですよね。何か言いのありますか？ああ、そうなるとやっぱり目のマッサージができる美容液とか、あとは夜つける目のアイクリームとかになりますよね。はい、スキンケアで改善された方が目立ちにくくなりますね。おすすめを紹介していただきましたが、この手の商品って数千円以上して結構高いんですね。今回は見合わせました。前に女性が、この女性はまさか背後に女装男が後ろにいるとは夢にも思わないでしょう。この日はNHK と美術館にこの姿で入ったのですが、人が少なかったのもありますが、ほぼバレていませんでした。しかしその後この商店街に入った瞬間に状況は一変、かなりの人に見られる事態となってしまいました。やはり商店街の場合、ちょうど人が見やすい距離で反対側を歩く人は見てくださいと言わんばかりの状況だからなんでしょうね。右の女性2人はもろに私を見ています。どうやらもろバレのようですね。舐めるように見られます。ここでも5人の方のうち4人から視線攻撃です。この攻撃に耐えるんだ。左手に化粧品のお店がありました。入ります。鏡があったのでどれだけ男丸出しなのか見てみました。この時ファンデがなくなりかけてたので、いいのがあれば買おうと思ったのですが、いろいろ種類がありすぎて何がいいのかわけがわかりません。これだけの中で探すのは自力では難しいですね。店員さんは3人いるようですが、それぞれ接客されていました。鏡に映ってるのを見て、これはバレるかなって思いました。このような感じの姿です。色も絶対自分に合ったものがあるんでしょうね。今回はバレ率高いので、どうしても鏡チェックしてしまいます。忙しそうなので諦めて店を出ます。外に客引きの店員さんがいました。歩いているとどこもショップが完全にブラブラモードですね。こんな感じで突然目の前に現れることもあります。見てます、見てます。どう考えても都会よりも見られてますね。とそこにプリクラが吸い込まれるように中に入っていきます。これだけあるとどれがいいかわかりません。こんな感じでうろうろです。一人で OL がこんなとこうろうろしませんよね。椅子があったので休憩です。このテーブルは戦利品を品定めするところですね。100円がなかったので両替をします。ブースに入って撮影します。よく言われるのが、一人でよく行けるねです。この場所はもともと前提条件が2人一緒にだそうです。そのため
終わった後の落書きが二刀流でペンをさばかないといけないのです。それにしてもつけまとかアイラインとか好き放題できますね。落書きを終えて外に出ますと、その時またもや思い切り目が合いました。ここで重大なことを忘れていました。それは出てくる写真シールを取り忘れていたのです。先ほどのブースの取り出し口に向かいます。私を見て思い切り笑っています。連れの男性も私を露骨に見ます。このような状況です。ブースの合間のスペースに取り出し口があって、その狭いスペースに女性2人と男性1人の3人連れがいるのです。私は3人に背を向け、じっと写真が出てくるのを待ちます。クスクス笑っている声が聞こえてきます。私の弱点は同じ世代の一般の男性です。これがお店の店員さんなら問題ないのですが、どうも苦手なんです。明らかにこの男性はなんだこの変なやつはって感じで見ていました。なかなか出てこないです。とその時もう一人の女性が回り込んで私の顔を見に、あ、写真が出てきました。すぐに写真を撮ってその場を立ち去ります。いきなり店員のおばちゃんのカウンター攻撃です。やっと出口へ。もろバレ状態の中撮ったプリクラ写真、画像が悪いですが紹介しますね。こんな感じで撮れました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたら嬉しいです。